ヨウさん、こんにちは。とりあえず、これ何本目の動画？一応今日4本目かな？なんだっけな。名前忘れた。なんだっけ、誰？好きな、大好きな一族で重症化特化ですね。とりあえず行きましょうか。もうね、タイトルも忘れるようになってからやべえんだよな、脳みそが。一応、進行ラブリー2番人気か。じゃあ、先行で。多分飛ぶ気がするんだよな。まあ、一応これですかね。進行ラブリー走らせてるって、あれですかね、なんだっけな、誰かの合わせ馬で、ちょっと、誰だっけな、どっちかの馬が、海外行っちゃうんで、ちょっと竹がね、宝塚使えないっていう理由で、まあ、こっち乗せたんで。まあ、2着ならそうっすね、検討っすね。あそこから伸びる大年人はすごいね。この馬強いわ。これはごめん、本当に強いわ。多分、うちのリンデンリリーですら多分勝てんと思うよ。ここまでいい足は。そうですね、まあ、馬相手の2着だったら、そうね、全然文句ねえや。一応、ライスシャワー、そうですね、先行にしてみましょうか。多分ね、4000なんでガス欠する可能性あるんだよな。多分、だからね、差しにしといた方がよかったと思うんですけど。ばっくり先行にいいんじゃねえか、今。うわ、刺された。終わった。黄色、そうですね、完全に刺されましたね。やっぱ4000きついか、ライスシャワーに。3着粘ってくれればいい、全然いい。あ、4着か。そうですね。まあまあ、2着、3着、団子の4着って考えると、しゃあない。まあ、よく頑張ってくれたわ。やっぱりそうですね、距離4000は差しっすね、何があろうが。で、そうですね、爆心王はもう見ることなく、そうですね、爆心王に関してはもう見る必要はねえや。で、カフェドフランス、そうですね、今回ちょっと直位置にしてみましょうか。勝ちましたね。これは勝って当たり前だわ。そうですね、審判負けた時点で、そうですね、意外だったんで。あと、今週は宝塚か。そうですね、まあ、断然一番、まあ、断然でもねえのか。リンデンリリー、で、岸正るか。前走、伏兵。ちょっとこれは直線だけでもいいから見ましょうかね。まあ、個人的にはちょっとリンデンリリー買ってくれたらね、まあ、爆心王と、今現在ちょっとね、あとあれか、ウィングチケットか、三強のね、まあ、なんていうの、年度代表候補なんですけど、はいや、リンデンリリー。いや、でも、ちょっと岸正る危ねえぞ、あいつ。あ、ごめん、危ないじゃねえ、アウトだ。いや、ギリだ、よかった。シマサルのバカ前走差しやがったからよ。でも、失礼なんですけど、意外なんですけど、マックイーン負けるんですね、結構。マックイーンこれでリリーに2連敗か。これで一応、ハルテン・マックイーンに取られたぐらいなんで、そうですね、一応、多分今現在、賞金ランキングは俺トップの自信があるんだよな。どうだろう。お、エンドセーブやっとデビューか。そうですね、一応、桜爆信号はね、そうですね、短距離行きましょうか。多分負けることはないと思うんだよな、今年いっぱいは。岡部、海老名。そうですね、問題ないかな。島猿、次走、京都大商店。そうですね。まあまあ、京都大商店でいいか。イクノディクタスは、そうですね。もうそろそろ引退近そうですね。リンデンリリーに関しては、疲労溜まってないんで。リンデンリリーは。賞金的には1億出してよな。負担重量もそうですね、牝馬なんで、多分58なんで大丈夫そうですね。本当はね、凱旋門賞使いたいんですけど、うちのまあ、ウィニングチケットがね、一応、キングジョージなのか分かんないんで、一応凱旋門賞登録しよっか。でもすげえよな。この辺のどっかのレースさ、これか。G エンプレス、G エベレスト賞。登録金5億5000万ですからね。びっくりした。登録金5000万はね、ほんと初めて見たんですよね。
一応そうですね、サセックス賞を使ってから、まあ、短期放牧出して、凱旋門賞直行いきましょうか。あとは特段そうですね、問題ある馬はないかなと。ただ函館にサイステークスでちょっと3頭出しなんでね、ちょっと事故る危険性大か。ただウィニングチケット1本使えるんだよな、ちょっと叩きてえな。ちょっと行きましょうか。あ、そっか、検疫時間でダメか。だったらそうですね、まあ賞金安いですけど、あ、ドイツもダメか。あ、そっか、翌週だからダメか。なるほどね。あ、そっか、今こいつもしかして国内にいるのか。そしたらそうですね、キングジョージの前だと、まあ、この辺か、パリ大商店。ちょっと使ってみましょうかと。トマさん、ローテーション的に、まあ、疲労でもそこまで溜まってないんでね。まあ、でも逆に、そうですね、キングジョージだと、まあ、4勝目出すな。いったー、つけなくちゃった。まあ、凱旋門賞いけるんで、うん。ちょっとここは狙ってみたいな。すっげえ無茶な使い方ですけどね、本当に。あとはサブリアがもう完全に。ちょっと待って。なんか A ボタンが反応しなくなった。ちょっと待ってください。なんか右のジョイコンが反応しなくなった。今ね、A ボタン押してるんですけど、なぜか反応しないんですよ。一応こっちのね、ちょっと待ってくださいね。いや、完全にジョイコン壊れたっぽいな。ちょっと待ってくださいね。確かに裏の、あ、ちょっと待って。裏の設定を押せば、確かもう一回再接続できるはずなんで、ちょっと押しましょうか。あ、大丈夫そうですね。よかった。サブリアが芝の中距離か。お、ちょうどいいのがあった。で、時走は？うちの息の根がかかったのは、エビナって乗ってるっけ？大丈夫ですね。2歳辛抱岡部、まあ問題ねえか。問題はリンデンリレーなんで、こいつがマジで、あ、ごめんなさい、お市場にいいか。マジでデビューしねえ。まあ、成長段につかみかねてます。じゃいつのデビューで早く言え、ボケ。失礼ながらボケで。誰にしようかな、長距離パートナー。まあそうですね、エンドスイープでいいか。いて。あれ、俺エンドスイープ登録してたの？ごめん。誰登録してるっけ？しかも相手がオギティファニーって一番わけわかんない相手なんだけど、ちょっと一応誰か見てみるか。オギティファニーは、あー、海外遠征か。オッケーです。それは全然いいや、そのままでいいや。あとは、まあ、待機ブリザードか。マイル型の待機ブリザードはそうっすね、まあ洋芝適用してみましょうか。あとはまあヒシアマゾンか、牝馬で、あ、してるか。そうなると、まあ、オグリローマンか。オグリローマン、そうなると、そうね、競争寿命あたりは締めましょうか。一応、オグリローマンってね、早熟なんで、まあ、正直言っちゃってね、3歳いっぱい。もうデビューになるんでね、まあ、もうちょっとでもね、長生きしてくれればいいんでね、そんな感じかな。まあ、年配シーズンは一番人気か。まあ、そうね、ここはスキップしちゃって、まあ、勝ったからいいか。じゃあ、これで放牧なんで問題ないですね。うん、では、AP ジェットが前走完全に伸びきれず、今回は、お、勝ったんだ。前走じゃ完全に負担重量重かっただけか。特にこっちも問題ないですね。こっちは誰だ、毎シーズン。放牧中か、2人とも。ちなみに牧場の工事をそこ8月にしようか。うちでも種牡馬は終わって、種牡馬が終わってるから一応海外から買えんのか。次どの工事にしようかな。あ、一応これでも工事は終わりかぜ。じゃあ OK か。あとは課金か。結構ね、アカウントがね、2、3種類あるんで課金した方が得なのかもしれんけど。いや、ダービー追い込みか。俺、無理な気がすんな。あ、でも横乗り一も追い込み得意か。いや、負けたら切れるぞ、俺でも。正直、負けたら下ろすぞ。横乗りが追い込みっていうのは追い込みするけど。早えな、お前それでも追い込みいたの？はいや。普通に、はいや。え、この子って、
バカなのか天才なのかどっちなの。パッキャッカ。ちなみにさ、今までの歴代の JRA の、まあ、ダービーまでいいけど、オークス勝った馬ってダービー勝ってんのかな、どうなんだろうね。まあ基本的にオークス馬はその後放牧行くんで、そうか、じゃあ今回の福永勝ったオークス馬、ダービー行くのかな、ちょっと楽しみだな。感じで俺の中ですけどね。いやー、これで3歳ダート王者、ダート王者か。王者なんか女王なんかちょっと中途半端ですけど。いや、ちょっと本当に実はあれだな。海外来てえな。しかも右回り OK か。おい、右回りってどこだ。おい、あれじゃん、右回りってあれじゃん。多分、海外全滅じゃん。海外の主要ダートってあるんですよ。基本的に左回りなんですよ。あれ、右回りだっけ。確か BC は左だよな。凱旋門賞右なんですよ。お前、凱旋門賞行く。まあそうね、右回りって言われた瞬間に、どこのレースがいけるって言ったら、俺、個人的に凱旋門賞しかなかったわ。マジで。一応サブリア逃げ馬か。いやーごめん、先行だな。普通に速えわ。まあまあ、その4馬身ぐらいだけど、検討か。最後伸びたな。まあ、6馬身つくかな。多分5馬身半ぐらいだと思うんだけど。そうですね、サブリアちょっと時速直行してみようか。5馬身か。誰だ、アトーって馬主か。あ、馬主さんか。そしたら、そうですね、サブリアちょっとこのまま海外行ってみてえな。距離は、まあまあ中距離目か。あ、ちょっと欧州の G3、不向きな馬場か。これね、重馬場得意か。いや、もしかして、こいつ自体カルバブ得意か、もしかして。まあ、どうしようかな。ちなみに一番早い2歳、2分で。ああ、コスモス賞か。じゃあ、ダリア賞。いや、ダリア賞使うか。ダリア賞1本使って、ちょっと考えるか。で、問題なのは、うちの2歳の、今日組か。今日の函館組が、まだ馬場適正は未定か。あ、血統的に適正なら、ちょっと使ってみましょうかね、この辺は。こいつもマイルなんで。こいつも適正ありか。この辺はだから、あ、そっか、無理か、2頭までか。そしたらそうですね、こっちの、ああ、こいつは不向きな馬場か。ね、カルバブ得意勢は、まぁ、あ、ちょっとそうね、そのまま、まぁ、あ、なんか国内先生ポンポンっていきましょうかね。そしたら終わった。こいつにさ、札幌コスモス賞行くか。いや、黒場所でいいか、ローテーション的に。無理やりせずに黒場所使って、見ましょうかね。じゃあ、まずは、そうですね。まあ、北斗デカか。まあ、実はアラバマステークス、そうですね。問題ないっすね。でさ、お前まだ本当に、俺、今年用にこいつデビューできなかったら、切れるぞ、マジで。ただね、オギティファニーは、ってできないんですよね。今、綺麗に音出て、セルセだったな。ウィニングチケット、パリ大賞典。いや、これいけるかもな、マジで、欧州三冠。米国は確かに、羊芝なんですよ。あれ、そうだっけ、多分土芝だったと思うんですけど。うん、多分伸びねえ。終わった。お？いや、刺したか。いや、接戦、いや、刺したな。これで G1 3連勝、4連勝か。いや、実はキングジョージ楽しみだな。尺的にはまだ15分か。いや、で
でもここのキングジョージか、キングジョージじゃない、一本かすんでけえな。わあ、すげえ楽しみ。海外遠征か、オッケー。これで竹野って海外遠征ならなお、ま、ま、あれか。なおさら勝てるってことか。しかも、うちの法人のクラブマンも一頭勝ったしな、今。土作様ゆえに。いや、これも楽しみだな。1、3、4。2番人気誰？ 2 番人気が、稲妻高岡。ほぉ。ほぉ。ダイジェスト。そして稲妻っつったら俺はイレブンなんだよな。完全な別のゲームですけどね。あ、普通に早いな、オグリローマ。あと問題は2、3着争いか。まあ、3着飛んだか。ただ、オグリローマの難点で、川崎行くか、中山行くか、阪神行くかでちょっと悩むんですよね。あの競馬場でよく7馬身ちぎったな。ただ、シッサーその飛んだな、エビな。多分、差しにしたか、俺。いや、先行でガス消したのか。ただ単純に競走馬としてよかったんじゃね。特に今、そうですね。今2歳でデビューしてる分には、まあ、早熟組ですからね。早め早熟組。ウィニングチケットは疲労的には問題ないしか。じゃあ、そうですね、キングジョージ使って。いや、キングジョージ使って放牧大丈夫そうかもな、もしかしたら。一応、エンドスイープがもうデビュー可能か。一番早いダートの短距離で来週か。タケ使えた、もしかして。あー、ギリギリ使えたか。したら、ダリア賞は、そうですね、岡部のしちゃったから岡部でいいか。そうですね。まあ、特段、急ぎの機種ゲームないっすね。って言うたら、そうですね、8月、英国から仏国って行けるんですね。じゃあ、ラッキー。とりあえず、来週、そうですね、うちで、凱旋4等か。大丈夫かな。ちょっと不安が残ってるけど。お前じゃねえんだよね、シアマゾン。まあ、そうシアマゾンは週刊賞ぐらいにやりましょうかね。すげえ、観光収入で2億か。まあ、でもそうね、8000して6勝っすからね。まあ、そう、確かに、うち馬いないんでね。タケ、タケ、岡部、タケ、そうそう、行けましたね。で、エビナか。多分だけどさ、うち多分馬主としてはそんなに悪くないと思うんだよ、賞金は。すげえわ。2位の吉野に2倍だわ。ただ、本年勝利は、そうですね、まあ、法人組が、あ、でも、これすげえな。吉野ってやつ。個人所有で58とか、58とか。まあ、所有投数が強いもんな、ね、112と。あとは、まあ、瀬川ってやつで52勝か。そう考えると、うち、勝ってないね。そして、うち20、逆に言うと、うち、よく23頭でここまで勝ってるよな。ちなみに、投数少ない順だと。そうね、うちのクラブ馬が2勝してるけど、うちすごいわ。所有投数この差でこれっすかね。あと、コメントたちみんな殺すからね。うちの子たちよく頑張ってる。全然文句ね。オッケー。オッケー。自分に聞かせるわ。ピーアップ売れないじゃん。アムールパラダイス、これも売っちゃっていいや。東海マリーも売っちゃっていいや。これも売っちゃっていいや。これもいいや。竹のファルコンか。ちょっと残そうかな。ダイアナソロンは売っちゃっていい。アラフォーとかも売っちゃっていいや。パリスロイヤル売っちゃっていいや。これもいいや。この辺はそうっすね。あ、車台カグラ残しとっか。あ、でもこの辺とかみんな1億円か。あ、でも車台カグラ、そうっすね。早熟っぽいんだよな、こいつ個人的に。そうね、早熟だからちょっと売ってみましょうか。あと、天文は、そうっすね、売っちゃっていいかな。まあ、ロジータはね、残して、マックスベーテも残しましょうか。あと、グッバイヘイロー残してで。そうっすね、一応。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。まあ、14頭、まあ、13頭か。12頭か。そして、まあ、12頭って、まあ、そうね。ちょっと、いくらでうまくかわかんないけど。完全にうちの馬が上位だったんだ。進行インディって何者？おー、ダート馬か。はいはいはい。あ、噛みつき馬か。なるほどね。
気象なんとあれか。なるほど、気象なんとあれか。ちょっと買ってみましょうか、じゃあ。しかも今の価格で5000万か。じゃあまあ、そうですね、2億で買えるんだったら同じですかね。そうね、3億までなら出すわ。特にダート重賞3勝でしょ。で、そのうち1個が G1 だとして、まあそうですね、海外持っていけば。まあ G3 ぐらいで構想してくれたらね、まあ1個1000万ぐらいになるんで、まあそうね、3億ぐらいだったら安いでしょ。そうですね、ギリ3億か。で、うちの金額が54億か。それでまあ12頭売るんで、そうね、70億になったらちょっと嬉しいかも。おお、74億か。結構売れたな、高くね。うわー、すげえ、5頭が2億か。わあ、売らなきゃよかった。しかも、うちのが全部1億超えたんだ。ほんとしか言わねえんだよな、悪いけど。ちみさん、スーパーグリコ、お前今年何頭種付けした？頭数が29頭か。これちなみに、シュボバの中では？あ、少なくとも絶対最多っすね。そうね、日本ピロウィナーに桜北斗。まあ、シュボバの金額で見てもうちのトップなんで。おー、ほんとしか言わないですね。で、ここは特にそうですね、凱旋なんで、ちょっと行きましょうか。尺的にはそうですね、今回のこの凱旋終わって動画切り替えて、今ちょうど11時半か。ちょっと腰痛くなったんで、ちょっと腰伸ばして休憩して。そうですね、すぐに動画撮れたらいいかなと思いますね。昼飯は何にしようかな。一応今日どうせ船橋なんでね、船橋行けば出走表、まあどうせこの動画ちょっといつかなんかわかんないですけど、まあどうせ船橋に出走表出るのこれ遅いんで。ウィニングチケットどこ？ああ、遅とか。いや、ちょっと伸びねえぞ、大丈夫か？ちょっと大丈夫とか普通に大丈夫だった。そうですね、ウィニングチケット菊花賞回避しましょうか。これは喜んで回避だわ。うわー、なんか悲しいことにさ、まあ、スーパークリックが確かに、あれ？スーパークリックってうち3冠取ったっけ？あれ？スーパークリックってなんか3冠取ったような、取ってないようななんですけど、ちょっと待ってくださいね。まあ、ライスシャワー、そうね、じゃあ差しで行ってみましょうか。そうですね、一応多分3200なんで、差しの方がいいと思うんだよな。あ、ここか、びっくりした。あれ、一番人気のもんか、びっくりした。一応、現在3番手、2番手か。いや、一番人気、あれ、一気に来たんだ。はいよ。はいよ。まあ、2着だからいいや。ちょっと重賞勝ててないんでね。優勝できるか、ちょっと微妙か。うち、この馬にもさっき負けなかったっけ？強えな、この馬。なんか緑と青のテントウムシだからなんか覚えてたけど。普通に4馬身か。7歳馬すごい。これは本当にすごいね。じゃあ、リンデンリリーか。いや、リンデンリリーだったらそうですね、多分大丈夫でしょ。まあ、5着は確実かな。ちょっと伸びないね。ちょっと伸びなかった、普通に。おっと、リンデンリリーが思いっきし負けたな。3着は検討か。そうですね、ちょっとそろそろリンデンリリーも引退っすかね。ちょっとあとそうですね、秋使ってみて引退するか。金量が原因は。なるほど。で、次はちょっと金量考えましょうかね。新興ラブリーは、そうですね、特に問題はないっすね。そうですね、問題ないっすね。よかったー。うわー、かわいそう。広島の福山市でフェラーレと軽自動車が衝突。小学生が死んじゃったって。かわいそうに。しかもフェラーリと、しかもそのフェラーリがめちゃくちゃ大破してるんだけど、ボンネットの前面がお釈迦。原因は何？
右折していた軽自動車と直線してきたスポーツカーか。すげえ、スポーツカーの運転手に怪我なしだって。さすがフェラーリス。うわー、すげえ。軽自動車、ちょっと待って、これすげえな。軽自動車なんかタイヤはあるけど、すげえぶっ壊れてる。すげえ。多分右折しようとしてたってことは、多分左側にもろに突っ込んじゃったんだろうね。すげえ。とか、あるんでしょうね。軽自動車ね、車のフロント、下の部分のフロントが外れてるんですよね。で、フェラーリは完全にボンネットがおしゃか？すっげえ、車って怖えー。なんかもう、今ちょっと笑っちゃったけど、しかもこれ、昨日の時刻は8時半ごろ。8時25分か、福山駅近く。祖父ちょっとかわいそうですね、孫を失っちゃってるんで。ちなみにスペイン各地で山火事か。熱波で連日気温40度超え。まあ、信じらんねえ。40度っつったら信じらんねえよ。40度っつったらそうね、サウナぐらいじゃないのとしか言いようがないんだけど、俺としても。もうちょっとサウナもあるんですかね。どうなんだろう。冗談抜きでそうですね。フェラーリの事故は怖いっすね。多分だけど、助手席に乗せてたのかな？もうわからんけど。左の後ろ側のドア、ベコってへこんでたんで、多分左側にドーンって突っ込んで、その衝撃でクルクルドシャーンすかね、フェラーリは。一応、そうね、こっちは問題ねえか。どれにしようかな。これでいいか。ロンギ場の工事終わったか。したら、もう一回ロンギ場先に行っちゃいましょうかね。で、うち特に今週はまあ新馬2頭か。で、来週、オグリローマ、カフェドランス、その後、ベガか。問題はまでさ、オギティファニーのデビューが遅いんだよな。この動画ね、こいつがデビューしないと話進まないんですよ。マジで。そのにさ、北斗ベガでダービー勝ったとか言ってたけど、おめえじゃねえんだよなっつって。まあ、全然嬉しいですけどね、マジで。エンドスイープは、あ、でもそっか、やっぱり逃げだよな。じゃあごめん、先行で。多分だけど、逃げでも悪くないですよ、短距離なんで。ただね、番手の方がいいと思うんだよな。つってもやっぱり前にいるよな、お前は。普通に刺されたんじゃね？ 普通に刺されましたね。刺されたわ。うわ、マジか。ちなみにエンドスイップ、サブスの親父っすからね。 うちのサウスビガラス、もう一個の方でさ、まあ国内はね、ちょっと、まあ国内ってか海外か。海外はちょっと負けましたけど。親父弱くね？ 普通にごめん、親父弱くね？わあ、直行で海外行こうとした結果がパンになっちゃった。まあいいや、とりあえず、うちのクラブはいるけど、先行でダイジェストでいいか。そっか、エンドスイープが審判負けると思わなかった。普通に想定外ですからね、負けたことに関しては。早くね？ 4 馬身ぐらいか。そうですね、こいつ、まあ、この後は距離延長して戦力使うか。トースポガイぐらいの前に1本使えるかな。5馬身か。ほうほう、全然いい、全然いい。エンドスイープどうしようかな。中市でちょっと使えるところあるかな。そうですね、まあ、中市か中2で、まあ、できれば竹に乗っ取れていいんで。あ、そうですね、ちょうど30分だから動画切り替えましょうかね。先に動画切り替えて、そうですね、先に動画切り替えて、じゃあ実はちょっとエンドスイープ考えましょうかね。ではまた次回の動画で一緒にしてありがとうございました。